はい、おはようございます。今日ね、千葉県の千葉市の方に来てるわけですけども、網戸の張り替えをやったりとか、キッチン周りの掃除とか、トイレの掃除とか、草刈りであったりとか、もう家の中のこと、外のこと、いろいろもろもろとね、やっていこうと思います。じゃあ行きましょう。すいません。よろしくお願いします。お願いします。すごく散らかってるんで。あ、そうですか。今日は作業しているところ、動画とかで撮って。あ、大丈夫です。すいません。じゃあ網戸の張り替えからやっていきます。はい、このゴムの太さがまあ多分 4.5 でしょうね。 4.5 や、うん、4.5 でいこう。あとは周りを切っていったら完成ですね。網戸の方が終わりました。こんな感じです。ありがとうございます。あんまり取れなくて。この黒いのがですか。はい、この黒いのは一体何なんですかね。ここ黒くなるのはなかなか珍しいですね。黒いのがあったんですけど、それが落ちましたね。あと、まあ、周りとか気をやってこれで終わりです。あー、すいません。あ、すいません。あ、買いました。ありがとうございます。ですか、見てくれてるのは YouTube だけですか。インスタも。あ、インスタも、うん、あ、そうなんですか。もともと他ので見てたんですね、はい、はいはい、お掃除屋さんみたいな、うん、はいはいはい、だからそれ関係がどんどん入ってくるじゃないですか、うん、はい、それで出てきて、うん、あ、おすすめとかに僕の方が出てきたってことですか。もう今フォローしてなくてもガンガン、うん、名前がベンリアダリア。あ、そうです、はい、ベンリアダリアというのは一応僕の屋号で、あ、YouTube だけは便利屋をする前から東京区のアメリカ住んでたんで、アメリカの時のなんか一番仲のいい友達がベトナム人のダニエルっていう名前やったんで、だから YouTube 始める時にじゃあダニエルっていう名前で始めようと思ってそこから始めたんですよ。何人かは本当ずっと前から見てくれてる人もいるんで、だからこのダニエルっていう名前は残しとこうということで今でも残してるんですよ。思い込んでるから、はいはい、どこでもダニエルさんって出してると思って。ああ、なるほど、はいはい、そういえばなんか昔のチラシがどうのって言った時に、はい、名前載ってたなと思ってちゃんと向こうに入ってます。あとこの風呂場のからに、あとこのドア、ドアをね、閉めます。この辺ですか。実際でその周りの音ですね。ちっちゃい。はい、この周辺のね、草刈りっていうのが最後に終わりました。よし、今日は終了。はい、お疲れ様でした。世田谷の方から行ってきました。あと網戸張りから始まって、あとトイレ掃除、風呂掃除、あと電球を拭くっていうのと壁を拭くっていうのと、あと草刈りもやったっていうね、いろいろやりまくってね、それ1日かかりました。もう真っ暗ですね。もう世田谷の方帰ろうと思います。お疲れ様でした。はい、おはようございます。今日もね、埼玉県の方に来てるわけですけども、家の中のね、風呂とかトイレとか換気扇とかそういうね、掃除をやっていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。あ、失礼します。トイレと、僕のことって何を見て知ってくれたんですか。 TikTok。 あ、 TikTok からですか、はい、なるほど。
YouTube とかその辺は特に見てないですか？いやいや、もうここよりもう100倍汚いところはいっぱいあったんで大丈夫です今おいくつなんですか？21です。あ、そうっすか。やっぱ結構めっちゃ若そうやなと思ったんでいやいやいや、僕も31ですから。いやいやいや、10歳違いですよ。スマホとかでこれ撮るんじゃなくて。あ、そうなんですよ、これなんですよ、全部こう、これで、わかります？ここを見たら最新になります。いや、最新でもないですよ、これ。どこから来られたんですか？戦いです。僕の場所どこかわからなかったんですか？わかんなかったです。あ、そうなんですか。でもまあ、来年には多分まだ埼玉の方に引っ越すと思うんですよ。え、マジですか？そうです。結構儲かってるんですもんね、SNS のおかげで。もう SNS がなかったら何もないんで。11月で71分9000。あ、11分見て令和5年1月になってるじゃないですか。1回なってる。そこなん、それね、ちょっとミスって編集が。決してもう一回再投稿とかってしようかなと思ったんですけど、でもやっぱいつも出してるの月末にその動画出してるから。ああ、もう過ぎちゃったから。もう過ぎちゃった。もう、ああどうしよう、悔しいなみたいな。そうっすね。やば、辛い。実家の方でお願いすることがある。実家の方ですか？はい、どんなことですか？部屋掃除。ああ、部屋掃除、わかりました。部屋掃除もしくはトイレ掃除。ああ、はいはいはい。何でも言ってください。エアコン。ああ、エアコンもですね。なるほど。ありがとうございました。どうした？はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。風呂掃除、トイレ掃除、換気扇掃除と他にもね、なんかもろもろちょっとした手伝いとかね、そういうのがあったわけなんですけど、今日1日で3万3000円というお金をいただきました。というわけで家帰ろうと思います。お疲れ様でした。ああ、肩引きましたね、完全に。いや、今日はですね、12月11日の月曜日なんですけど、7度、37度0。体温はね、結構下がりましたね、ほんまに。まあね、昨日が一番ひどかったんですよ。39度5分までいったかな、最高記録は。もう、あっつっつやったんですよ、ほんまに。でもそんなね、体温がすごかったのが1日で終わって、1回寝て今日になったら体温は落ち着いたんですけど、でもね、喉がね、もうとんでもないぐらい喉が痛いんですよ、今。だからできるだけ喋りたくないんですよね。ということで、終わります。お疲れ様でした。